ハリマ・里駅は兵庫県加西市王子町の中にある北上鉄道北上線の駅。基本的には無人駅だが特定の日を寺院・下里庵案として駅事務室を開放しており、この日に限って管理を受託している住職がボランティア駅長として乗車券の臨時委託発売を行う。2006年北上鉄道公募により鉄道趣味のある僧侶が ボランティア駅長として、駅と寺院を合体した下里庵を開設した。その他下里庵では、お絵描き教室も開催されている。2012年8月、地方企業の無償労働奉仕と、常在寄付によって、最新式多目的トイレと駅前駐車場が整備された。また、駅ホーム上に石底が整備された。式ホーム一面一線を有する地上駅、北東寄りに、 木造の駅舎を持つ。駅舎は1918年に建設されたものである。この駅舎とプラットフォームについて文化審議会は2013年11月に登録有形文化財とする答申を文部科学大臣に答申した。平日は1日22本と休日は17本である。2020年8月までは曜日を問わず、 日中時間帯は毎時1本の1日17本だった。以下に発車する運転系統、停車駅、本数の一覧を示す。ありがとうございます。